みんな伏せるんだ。うわあ、逃げ出したぞ。俺の万華鏡が壊れた。だから見ろって言っただろ、このアホ。カティ、ライザ、後ろにチョウが。危なかった。一匹二匹じゃない、そこら中チョウだらけだ。すぐに武器を召喚しないと。うん、でもノア、チョウってこんなに攻撃的だっけ。もう怨霊じゃないはずだろう。確かにね、自我のない蝶の状態であんなにマガマガしいなんて、何かがおかしい。二つの月のオーラのせいで霊力が強まってるのかも。まさか本領に戻ったんじゃ。そんなことないはずだよ。今までそんな話聞いたこともないしね。いや、でもありえない話でもないか。ライザー、これは貸しだからね。ザコがうるせえんだよ。てめえらは自分の心配でもしてろ。おい、一体誰のせいでこんなことになってると思ってんだ。あいつら自分の身も危ねえってのに何人の心配してんだ。ベリー、大丈夫っすか。危うく消滅するところだったっすね。僕だって武器があるんだ。これくらい平気だよ。ならよかった。それじゃみんなを助けに行ってくるっす。待って、一緒に行こうって。呆れるぜ。オッケー、いい感じだ。後ろから何か来る。なんだ、さっきのは蝶じゃねえ。浄化したはずの魂。よきよきだにゃ。空気もうまくてお腹もいっぱいだにゃ。あにゃ、なんか気持ちよく寝れそうだにゃ。セイ、お前もそんなとこに立ってないでこっちに座るにゃ。ここはまるで天国なんだにゃ。にゃんさん、あの寺院の上に見える黒い群れ、まさか蝶じゃありませんか。にゃにゃ、どれ。にゃにゃにゃ、一体どういうことだにゃ。しかもただの蝶じゃないにゃ。怨霊